パパーパパーどうしたんだいかわいい坊や僕、最近目が悪くなっておおそれはいけないねそれでねコンタクトレンズを目に入れたんだ最初はちょっぴり怖かったけどコンタクトレンズを入れるとすごくよく見えるようになったのおおそれはすごいこれはお祝いをしないとね 祝いそうだよパパがコンタクトレンズを最初に入れた時のことを思い出すととても怖がっていたコンタクトレンズを目に入れるって勇気のある行動だから女の子が女性になった時に赤飯を炊いてお祝いするみたいなノリでコンタクトレンズを目に入れられるようになったことをパパはお祝いしたいん え、コンタクトレンズを目に入れれるようになったら大人の階段を上ったのそうだよだからお祝いをしようわいわい。ワイワイでもお前は誕生日が近いから誕生日と一緒にお祝いしよううんはい誕生日と一緒にそうだよ誕生日近いからね あのそれってよくあの子供があるあるで言う「誕生日とクリスマス近いから一緒にされるから損,損やねん」みたいな「損とかじゃないよ一緒にするんだよ二倍豪華だよ」うんなるほどえっと具体的にどういう感じで誕生日を祝うときにこう誕生日プレゼントとケーキとでお祝いするだろうそのににパパが上手に そういえば「お前目悪いとか言ってなかったっけ?」って振るからその時にコンタクトレンズの話をしたらパパがすごい「うわーすごいパパコンタクトレンズめっちゃ怖かったもん」ってすごい言うから逆にそれ以上何があるのああいやいやいや全然嬉しい嬉しい嬉しいよありがとう。数ヶ月後 パパパパパパどうしたんだい私のかわいい坊やあの僕目が悪かったんだけどコンタクトレンズ入れるようになったんだよおーそれはお祝いしなきゃお祝いしなきゃこれを祝わないで何を祝いするのねええー、コンタクトレンズ入れれるようになるだけでお祝いしてくれるのそうだよでももうすぐクリスマスだから。 クリスマスと一緒にお祝いしようクリスマスマと一緒にっていうことは結局クリスマスのパーティーいつも通りするのと何が違うのだからクリスマスのパーティーいつものようにしてるときにそういえばって感じでパパが振るからコンタクトレンズの話をそしたらコンタクトレンズはめるようになった時の武勇伝言えばいいから、うん 予算はそのコンタクトレンズの分のなんかその予算とか子供は言わなくていいの予算とか予算とか言い出したらは,はははそうだ予算なんて難しい言葉を使えるようになったお祝いもしなきゃねえそんなのもお祝いしてくれるのそうだよでもクリスマス近いから一緒にしようねそれはだから具体的にどういう感じとだから予算を使えるようになったっていう話を。 俺が振るから上手に振るからいやもうはいあお祝いしたいもうなんか空気で分かってきたあのパパはお金をけちってるとかじゃなくて本当にこうあに単独でもコンタクトレンズはめれるようになったってことはもうもうね子供から大人へ行ってるんだよだからそれをお祝いしたいってすごく思ってるんだよただたまたま クリスマスと同じ時期やったりとか、誕生日と同じ時期やったりするから、じゃあもう一緒にしようか、と。それだけの話で、絶対に別々に昇進やったら別々にするけど、どうやんねん、そこらへんいや、怒鳴られて。<laughs> じゃあ一緒に、一緒にやっ,やってくれるだけで嬉しいよ、パパ。ありがとう。せやろけありがとう。数ヶ月後。 パパーパパーどうしたんだい私のかわいい娘あのコンタクトレンズを入れ,れるようになったんだけどうちの子は目が悪い子ばっかりだねコンタクトレンズを入れ,れるようになったかいそうなのコンタクトレンズを入れるようになったのこれはお祝いしなければそう誕生日もクリスマスも全然近くないんで なんかすんません何を言ってるんだいやっとコンタクトレンズを入れれるようになったことを単品で祝うことによってね前の疑ってたあいつらもあちゃんとお祝いするんや僕らはたまたま時期悪かっただけやってなるしもうパパもお金はもう糸目をつけないよわあ本当嬉しい早速ケーキ屋さんに 好きなケーキを買ってきなさいパパの財布持ってきなさいえ本当にいいの好きなケーキだよええ高いケーキとかたかいい高いやつでもいいよええわいルン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 ケーキ屋さんルン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 シャッ動くな後ろを向くなだ痛いい離して辞退しろ 何をコンタクトレンズを入れれたことを祝う会を辞退するんだお前の家にそんな余裕はない後ろを向くな辞退しろ家に帰ってやっぱりいいわって言うんだ喋らないでいい分かったら首を縦に振れよし行けパパ

言われたかったのに。なんやろお前は <laughs>。